トキマサ見て、トキマサじゃない、お、なんだっけ、おげん見て。お願いします。はい、皆さんこんにちは。ゲンチャンネル、ゲンチャンネルの時間がやってまいりました。はい、ということで今日のゲストは勝みなみプロ、メジャーチャンピオンでございますけどもね、ゲストで来ていただいておりますゴルフ場千葉県の平川カントリークラブ様です。ありがとうございます。勝プロとコラボしておりますので、はい、ぜひ勝プロのチャンネルもご覧いただければ、僕も出てきておりますので、勝プロのチャンネルからこちらに来ていただいた方、誠にありがとうございます、はい、はじめまして、時松隆光です。ということでね、僕の動画ではラウンドストロークプレーで対決しておりますストロークプレーで対決しておりますで、6ホール終了して僕ワンアンダー、勝プロがイーブンパーということでね、1打差で最後の7番、8番、9番ホールをプレーしたいと思いますけども、意気込みをどうぞはい、頑張りますはい、ということで、この動画もぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです、はい、引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ勝っちゃいきますよ、はい、せーの。声がなんか裏返っちゃったり低かったり、カミカミが最高今日 T マークは僕が黒マーク、勝プロが青マークです。お腹空きましたね。このゴルフ場美味しいのありますかね。やっぱゴルフ場と言ったらご飯も楽しみにしてるから。はい、7番ホールが432ヤードのパー4、ドライバーです。おお、コースなりにナイスカットやね。うん、ナイスですね。めっちゃいい感じ。いい感じよ。はい、ナイスショット。かっちゃん得意クラブなんすか。得意クラブはないです。ない。じゃあちょっとここでドライバーのワンポイントレッスンとかできます。はい、ドライバーのワンポイントレッスンですか。うん、かっちゃん、あのオープンスタンスじゃないですか、はい、そのメリットみたいなのを聞くレッスンにしよう。はい、なんか今のスイングのなんか流行りみたいなのって、手首をこう返さないみたいな、押していくみたいなのが流行りじゃないですか、うんうん、あ、それをしようとすると右に飛び出ちゃうと思うので、なんかそれをこうすることでうまく返ってくるんじゃないかっていう。なるほど。シャローだっけ。そう、シャローに。シャロースイングは今流行りのこういう感じですよね。手元を低くしてフェース面をあんまり変えずに打つみたいな、はいはい、すると結構右に行くことが多いんで、ちょっとわざとオープンスタンスで左に向いてあげればまっすぐ行きやすいんじゃないかっていうレッスンでしたね。自分も結構あんまりここでコック使わずに体で回していくタイプなので、うん、左に向くことでその右に行くのを少しでも。なるほど、はい、これはいいレッスンだったよ、ディレクター。いいと思ってます。ちょっと参考にしてみてください今のは。はい、ぜひ。じゃあ行きます。かっちゃん397ヤードパー4。はい、これはもう普通にまっすぐ狙えばいいのかな。うん、右、若干右がいいと思うんです。そうですよね、飛ぶから。はい、ナイスショー。完璧やね。ありがとうございます。飛びすぎてない。大丈夫そう。大丈夫そう。飛ぶからなあれ、なんでこのスイングが流行ってんだろうね。でもいや、わかんないです。私も、でも私時代によって変わりますよね。かっちゃんの理想としてるスイングのゴルファー、うん、います。いないですもうイメージ。そうですね、なんか自分が振ってて、こう、あ、これ気持ちいいなっていうスイングが出来上がればいいなって思ってます。あ、でまだ全然出来上がってないので瞑想中です。いろいろと今何割ぐらいなんですか、自分のイメージ目標が 100% のスイングだとしたら、はいはい、3割ぐらいです。 30%、はい、全然出来上がってない。これ 50% になっただけでまずすごいよ。これ 100% になったら武道有利プロを超えるぐらいの結果が出ますね、はい、頑張ってそれぐらいにはやっぱりなりたい、できれば超えたいので。さすがです。ありがとうございます。ごめんなさい会話がなくなったんで声出してみました時松さん結構私が仲いいプロとコラボしてるから。あ、そうやね、はい、さっきの話ね。菅沼奈々ちゃんとかも。なあちゃん、はい、なあちゃんって呼んでくださいって言われて。なあちゃん超かわいいじゃんあのハートちょっとやってほしい。だいぶ成長したよこれ。できてる。拍手。え、キャット、キャットってなんだ。キャットってなんだ。え、忘れた。どれでした。
聞いてません。これこう両手でやらないとキャットにならないじゃないですか。キャットかわいい。しょうもないて俺の動画はいいんですよ。恥ずかしいて。ナナちゃんのやつ私もできなくて、なんかそれめっちゃ難しい本当に。こう、ああできました。こうか。155、8番。わあいい感じ。ちょっと噛んだね。うわー、うおー来たよ。来た。ナイス。ざす。素晴らしい。打てる？ちょっと木がかぶってて。ドローボール。はい、ドローボールで。何ヤードぐらいですか？139で。9番。ちょっとダウンがあるので135かな？はい。なんかちょっとでもドローかかってくれたらいいなという感じで打ちたいと思います。はい。いい音したけど。どうだ。見えない。行ってみましょう。はい、ということで質問コーナーをしたいと思います、はい、メンバーシップ様からいただきましたコメントを紹介したいと思います。水様でいきたいと思います、はい、海外での試合食事は日本食ですか、それとも現地の食事でしょうか。現地の食事も取りたいと思ってます。でも基本はやっぱり食ってもらってました。この前の QT の時も母がそれ持っていくんですか。なんかだしパックみたいな、お米も持っていきましたし、和食が、はい、向こうで調達して。大変ですか。え、いや面白いです、楽しい。国際免許は取った。はい、取りました。お、運転も車線反対でしょ。はい、右折すぐできるもんね。はい、はい、不便、一個も不便って感じなかった。不便とは感じなかったですね。英語も、英語も、英語はあんま喋ってないので。雰囲気で雰囲気で雰囲気で。そう、お母さんがもう全然。お母さん英語喋れるんですか。 Yes, I do. かっこいい。 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry 大事ですよね。 I'm sorry. あ、まず謝る心よ。日本人の心。 Excuse me と I'm sorry. 申し訳ないっていう。 Thank you とね。そう。好きなご飯は、ご飯、おつまみ。おつまみは結構持っていきましたよ。マジで。はい、やっぱおつまみもお米のお供になるじゃないですか。サバ缶的な、ああいう感じの。そういうことか。はい、苦がないっていうのは大きいね。はい、なんかやっぱりね、移動とかが大変って。はい、あ、移動はでも確かにちょっと長いなと。それこそでも JAL さんついてるからね、そういう意味では。キャリーは4つ。4つ、はい、にゴルフバッグ。あ、いや、ゴルフバッグも入れて4つです。ちょっと小岩井プロも言ってましたもんね。なんかちょっとやっぱり食事とかがねって。それが全くないのは。6メートル、そんなあるかな、5メートルのスライスラインです。ちょっと時松さんにリードされてるんで、これは入れたい。来たよ。うわー、強い。いやー、ね、それありがとうございます。3メートル下りのスライス。惜しい。しない、スライスしない。読み間違えや。先です。はい、ナイスパーです。あー、もったいないパーやねー。1メートルフック。はい。うわー外しちゃった。これはでかいね。僕パー、はい、かっちゃんボギーで1アンダー、1オーバー、はい、残り2ホールいきます。はい、今のミスパットは響くよ、かっちゃん。8、9か、バーディーバーディーでいかないと。バーディーバーディーいるね。はい、勝ち目はなさそう。パター強気の方合わせて入れる。合わせてだと思います。今のしっかり。あ、今のはなんか弱かったら入ったかな。いや、弱かったら多分左行ってる。はい、左行ってると思います。ちょっと薄めに読んだんで。薄めに強く。はい、そしたら薄すぎました。はい、8番ホール行きたいと思います。僕が204ヤードのパー3となっております。これビタッてつけたらもうプレッシャーかけれるよ。やってもうた。ちょっと右だいぶね。バンカー
こは190ヤード。でも4番アイアンでいきます。うわ、筋ったよ。ナイスオン。ありがとうございます。ちょっと大きいかも。何番で打った？4番アイアンで打ってます。俺と一緒じゃん。そう、時松さんのこと私、ゲンさんって呼ばなきゃいけないので、ずっと時松さんって呼んでた。おげん。昭和やん。おげん。時松さんとか言われると、結構遠い感じします。ちょっとするね。やっぱそうですよね。時松さんって呼んでますか？じゃあ、おげんでいいです。おげん。おげんで。時松さん的には、敬語で喋られた方がいいのか、年下でもタメ語で喋られた方がいいのか、どっちがいいですか？女性はタメ語かな。男性は敬語。お前ちょっと調子に乗んなよってなりそう。男性は。なるほど。そういう女性はタメ口の方がなんか近いなみたいな。ああ。どっちでもいいっちゃいいけどね。強いて言うならって感じ。なるほど。そういうことなんですね。そういうことです。はい。タメ語で。はい。タメ語で。オッケーですからね。はい。時松さんは敬語。すいません。でもなんかおげんって言って、もうおげんになっちゃってるんですけど。おげんはさーみたいな。おげんうざっつって。そう。そう。でもちょっとおげん可愛いな。おげんでいいよかっちゃん。おげんで。はい、20ヤード58度バンカー。あれ、チャンスか。やっぱ時松さんあれですね、展開作るのがやっぱ上手。はい、分かってる。ちょっと多分これ12、3ヤードの下りのアプローチですね。速そうなのでちょっと警戒して。さすが。ありがとうございます。さすがっす。先です。どうぞ。ここ大丈夫ですか？全然 OK です。エスパー、ありがとうございます。僕12メートルの上りのフック。今日全然読めてない。フックじゃないわ。こっち行ってる。これで1打差確定やね。ボギー。はい、いい感じになってきまして、はい、ボギーかっちゃんパー で、イーブンワンオーバーで最終ホールいきたいと思います。はい、いや今の痛いわ。バンカーふかふか。結構ふかふかですよね。1打差かっちゃん。はい、お願いします。僕が9番が354ヤードのパー4となっております。3ウッド。男子ムってもうこれぐらい短いのあります？あんまないね。あ、やっぱそうですよね。え、ちょっと待って、ちょうどいいわ。あります。OK。 パラダイムいいはずだぞこりゃ。どうしよう。ピンは右ドッグなの。はい、あんま行きすぎると。かっちゃん330ヤードや。はい、パー4。パー4ドライバーで行っちゃいます。お願いします。抜けたら最短やね。あ、抜けたね。カート道当たったかもしれない。ワンオンぐらい行ったんじゃない。これはやば、来たかもしんないぞ。カート道跳ねて近くまで行ったらしいです。ちょっとね、時松さんにプレッシャーをかけないと。いや、もうかかってるから十分。じゃあもう対決の賞品、はい、そろそろ決めますか。そうですね。9ホール目なんで。はい。なんかじゃあ時松さんがいいなって思ったのください。センスが問われますけど。マジかよ。センスがねえよ。やっぱもうディオールとかそっち系の方がいいの。高級ワイン。高級ワイン。ああ。高級ワイン。ナチュールでも。ワインにするか、じゃあ。ワイン。フランスですか、イタリア。あ、どっちでも、どこでも美味しいのだったら。いいやつね。はい。それでいくわ。美味しい赤で、ぜひじゃあ飲むときは一緒に、一緒に皆さんで飲みましょう。はい。まあもうやっぱ小祝さくらちゃんが一番仲いいですね。本当家とかも毎年泊まりに来てくれたりとか、この前はタコパシに行きました。じゃあさくらちゃんリベンジ。さくらちゃん、はい、すごい天然そうに見えるんですけど、
でもすごいしっかりしてます。結構私たちの年代では一番しっかりしてると思う。なんか計画性とかそういうのはすごいきっちりきっちりやる子なので、ご飯とか行く時も全部さくらちゃんが店とかも決めて予約してくれたりとか。116ヤードピッチング、これちょっとカットがいるのよ。おお、ちょっと大きいね。オーバーっぽい。オーバー、かっちゃんあるボール多分向こうにあると思います。多分超えてはいるんだよね。トキマサ見て、トキマサじゃない、なんだっけ、おげん見て。どれ、そこら、あれか、あれです。くわ、やば、あります、ね、キー次第やね。はい、キー次第ですかね。平川どうでしたか。結構グリーンもすごい綺麗で。綺麗やね。はい、やっぱなかなかこうディポットマークとかもそんなにないゴルフ場ってなかなかないじゃないですか。すごいありがたいなと思いました。さすが、はい、素晴らしいコースをありがとうございます、はい、ありがとうございます。最高のコメントですね。練習に行きたいです、ここに。ぜひ。前がっつり開いております。よし、観音開きぐらい開いてる。バッカーンと、これでっかーん。38ヤードです。38、はい、まあ、よくわかんないんですけど58度でちょっと上げていきたいと思います。うわ、はキャリーで入るかと思ったわやめてよ。いや惜しかったな。もう少し寄ってくれたらよかった。オッケーバーディーにしてちょっとプレッシャーかけたかったですけど。僕15ヤード58度。うまい、うまい、ナイス。止まれ、ナイス。ちょっと今のまあまあ集中してましたこっそりかっちゃんのパットがどっちに出るかやね。3メートルフック入れたい。入れたら並び、とりあえず。はい、入れ。あー、強い強い、狙ったね。強すぎた。もう一回かっちゃんか。そうですね。ナイスパー、ございます。はい、ウィーニングパッドになった。ちょっと集中、マジで前集中して。ナイス。よっしゃー、ごめんなさい閉めますか。はい、ありがとうございました。はい、ということで3ホール終了しまして、僕がパーボギーパー、かっちゃんがボギーパーパーかな。トータルが僕がイーブン、かっちゃんがワンオーバーということで、はい、僕の勝利です。すいません。どうですか。すごい楽しくラウンドできました。よかったです、はい、ということで勝プロが負けましたけど敗者復活戦します。この動画でいいねが1万超えたらワインを購入しますから、はい、あのいいねをお願いしますみたいな。もうワイン大好きなのでぜひいいね1万超えお願いします。これでたくさんね、マジで飲みたいので皆さんいいねもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではこの辺で失礼します。せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。サムネやね。はい、なんか人差し指を上らしいです。え、こうだったっけ。そうらしいです。こうや。はい、これだったらやりやすくないですか。やりやすい。